はい、どうもこんにちは。どうもおもチャンネルの中野翔太郎でございます。いきなり登場してごめんなさい。なんで謝んのかないや、謝りたくて僕出てきたわけじゃないんですけども、今回ですね、もう本当にいろんな YouTuber の方、他の YouTuber の方が、解説されているキッズ向けコンテンツ、子供向けコンテンツに関してのこのいろんな変更が今後あるんで、てかもう始まってるんですけどもね、それについてちょっとね、大事ないろんなこうお話がある、皆さんにね伝えておきたいことがある、まあそのためにね、今回こうやってカメラの前にね登場させていただきました。皆様お久しぶりです僕自身が登場するのは本当に何年ぶりかな。めちゃくちゃ緊張しますね。もうこんな感じでラフに出てるんですけども、緊張しております。髭剃るの忘れるぐらい緊張しております大丈夫僕すいません、おじさんですけども、よろしくお願いします。で今回何を話そうかと言いますと、まあさっきも言いましたけど、子供向けコンテンツに対していろいろ変更があるんですね。でこれね、変更されたからどうなるのっていうのは、まあいろんな方が本当にね詳しく説明されてると思うんですけども、とりあえず作ってる人は要するに収入減っちゃうんですよ収入減っちゃうんです。子供向けに動画を配信してる人にとってはもう本当に収入減る、極端に減るんですね。まあめちゃくちゃ減るんでしょう。まあある程度僕も覚悟してるんですけど、僕もね、トミカやプラレールをね紹介させていただいて、そこそこやっぱ収入いただいてるんで、まあ減っちゃう。で僕の場合で言うと、それが減っちゃうことによってですよ、今までこうね、これ多分ね、レオンチャンネルさんも言われてたと思うんですけども、まあ爆買いじゃないですけども、結構こういろいろほら買うじゃないですか。僕リサイクルショップ行ったりとか、中古屋さんね行っていろんなトミカをねこういっぱい買ってきたとかね、イベント行ったらもういろんなもの買ったとかねそれができたのもやっぱりね、この YouTube 上で動画を配信することによって収入を得ていたんで、できる部分も多かったんで、それが極端にまあ多分ね、できなくなっちゃう可能性はありますよね。まだね、それ自身が 100% 始まって減っちゃってるわけじゃないんです。今ははっきりと何とも言えないんですけども、まあある程度こう試算は出してるんで、まあ、それが減っちゃうと。まあなので、まあ僕はね、極力避けたいんですけども、出せるコンテンツがつまらなくなるっていう可能性はないことはないですよね。なるべく僕は楽しくお伝えしようと思うんですよ、来年以降も。これね、おそらくガラッと変わるのが来年以降なんです。1月以降だと思うんで、まあ頑張ろうかなと思ってるんで、まあ、そこのところは今までの視聴者の方ね、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。で、視聴者様にとっては、ちょっとね、残念なことなんですけども、子供向けコンテンツを配信されてる人に、要するにその動画にコメントができなくなるんですね。なので僕もね、いつもね、トミカやプラレールの動画にね、コメントにいろいろこういただいて、例えばわからないことをこう視聴者の方に聞いて、で、答え、アンサーをね、いただいてるわけなんですよ。Q&A。それがね、できなくなっちゃうんですよ。僕ね、それね、すんげえ悲しいんですよね。僕正直知らないことがめちゃくちゃあるんですよ。中古でいっぱいね、何も気にせずいっぱいこう買ってきて、すごいこう集めるのが好きなんで、何も知らずに買っちゃうんですけども、で、視聴者様にね、こう問いかけて教えてもらったりするんですけど、それができないのがもう、悲しい。すんげえ悲しいんですよね。まあなので、今ちょっとここの段階で、皆さんにお願いしておきたいのは、僕ツイッターとかね、あとはインスタとかやってるんで、今後はね、動画の中で、インスタやツイッターの中でちょっと教えてくださいっていうことがあると思うんですけど、ぜひそこで教えていただければなと思います。はい。とりあえず僕それ、今回の動画で言いたかった。一番言いたかったことはそれかもしんないね。視聴者さんとのコミュニケーションが本当に取りにくくなるんで、それが言いたかったですね。あとは、新しい動画をアップすると皆さんにね、通知行ってるじゃないですか。その通知が行かなくなるんですよね。それもね、やっぱね、僕にとっては悲しいんですよ。せっかくアップしたのにアピールできないっていうことになるんで、なので、まあ、僕大体ね、夕方の4時ぐらい、お昼の4時ぐらいですね。それぐらいにアップしてるんで、まあ、今後もし通知がなくなったと思えた時があれば、その時間帯をね、チェックしていただければいいかなと思っております。で、あとね、ちょっと話ガラッと変わっちゃうんですけども、今回のこのね、制度の怖いところっていうのをちょっとね、僕なりの見解で思うところがあるんで、あれなんですけども、まあ、これはね、今後YouTube をもしされようと思っている方もぜひ聞いていただきたい。ちょっとね、頭のね、片隅に入れていただきたい部分がありまして、今回の規約の中ですね、規約というか、まあ、ルールなんですけど、ほんとちょっと出しておきますが、まあ、もちろんね、おもちゃはね、極端にも本当にダメってなってるんですよ。
まあ子供のもんですからね、大体おもちゃってね。ただ本当極端にあのね、例えばトミカとかそういうのをこうね、材質からなんからこう詳しく解説して大人向けですよってこうアピールしてもダメなものはダメなんですよ。トミカを主に扱ってるからね、そのあたりもちょっと頭に入れていただきたい。で、ごめんなさいね、規約に戻りますけども、まあ、要するにしっかりとこうね、広告収入を得たいっていう人は、まあ、子供向けにコンテンツを出しちゃいけないっていうか、まあ、避けなきゃいけない部分はあるんですが、ここめちゃめちゃ怖い、ここ。子供の興味を引くキャラクターはまあわかります。ただその隣ね、こう有名人ってあるじゃないですか。有名人ってめっちゃ怖くないですか？僕これツイッターでも言ったんですけど、有名人って極端な話ですよ。皆さん多分ご存知の方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、ヒカキンさんってどの層なのって思う部分あるでしょ。多分あの小さなお子さんから、まあ、うちの子でもねめっちゃ見るんですよ。小学生の子供とかでもヒカキンさんの動画ね見るし、あとまあ多分おじいちゃんとかでも多分見ると思うんですよ。ただ子供の興味を引いてしまうじゃないですか。やっぱりそこってどういう線引きになるのかっていうのが本当にあのすんごい難しいと思うんですよね。まあ幅広かったらいいのかなってなるとね、僕のトミカだって要するに幅広いじゃないですか。じゃあ僕もね、こうトミカ幅広いからいいんじゃないのってこう要するに言えるわけなんですよ。まあそれが通るかどうかは分かんないですけどね、主張はできるわけですよ。ただその人に関してその規制を設けてしまうと、いやすんげえなと思って。だからボンボン TV ってあるじゃないですか。ボンボン TV ね、ボンボン TV ってどうなんの。あそこの人たちって、まあ、要するに本当あの子供さんをターゲットにしてるんですよね、ボンボン TV ね。ほぼほぼ多分ね小学生以下かな、そういった層になってくると思うんで、じゃあねあの人たちがね極端に他のチャンネルを立ち上げて大人向けのコンテンツを始めたとしたらどうなるのかっていうことがすごい疑問なんですよね。結局あの人たちを目的に子供さんがついてっちゃって、新しいチャンネルでもね子供さんたちがこう見ちゃったらそれはアウトなのかとかね、まあ、すごいねこう僕の頭の中でこう曖昧な感じなんですけどね、そこがめちゃくちゃ怖いなと。だから、ああ子供の人気者になると YouTube の世界では収入減っちゃうんだなーっていうね、まあ、本当にあのすごい歯がゆい世界でございますよね。うん、で子供って言っても本当小学生以下っていうのでなかなかね大変だと思います。結構 YouTube って僕思うんですけど、大人の方もね結構見ると思うんですけど、なんだかんだでね、まあ小中学生そういった層がほぼほぼだと思うんですよ。まあ、なのでね本当にねちょっと話またぐるんとこう変わっちゃいますが、まあ、子供向けのコンテンツというかなんかこう、まあ、本当にね今ね活動されている YouTuber の皆さんね、多分まあもう今すでにかもしれませんけども、極端にそのなるべくお子さんに受けないような発信にこうなってくると思うんですよ。やっぱ自分の収入を守りたいからね、まあ、僕なんてもう今更変えてもどうしようもないんでまあもしやるなら、まあ、僕はね、まあ、今後はこのおもチャンネルでは出ないようにして別のチャンネルをこう立ち上げてですね、それこそ筋トレでもするとか極端にね、まあ、そんなことになっちゃうと思います。あ、ちなみにあの僕別でゲームのチャンネルやってるんですけども、まあ、ほとんど動いてないんですが、そこはねなんかね規制がまだかかってないんですよ。あのゲームっていうのも本当にちょっと曖昧だとは思うんですけども、まあ一応ね今回のこの中にもこう芝居や簡単な曲やゲームってこうなんかゲームっていう項目があるんで、まあ、なんとも言えないんですけど、いや本当どうなるでしょうね、わかんないですまあということでね、ちょっとね話がねちょっとまとまってるかまとまってないかちょっとわかりませんけどもですね、一応僕なりに今後は、まあ、楽しくね発信していければいいかと、なるべく極端にあの変わらないようにねしたいなと思ってるんですけども、まあそれでもねやっぱね、まあ、正直僕も一人の人間です、家庭あるんで、そういうところをね意識した動画作りになることはたまにあるかもしれませんけども、そこら辺はちょっとだけご了承いただければなと。まあそんな難しい大人のお話でございましたいやなんかね、まあ、他の人みたいにちょっとうまいことねこう法律のこととか今回のねキッズ向けのコンテンツに対してのこととかね解説できなくてね申し訳ないんですけどもね、僕のチャンネルの視聴者様に向けてねいろいろこうちょっとねお伝えしたいことがあったので、今回ね直接こんな感じで出させていただきましてお伝えさせていただきました。さすがにあのテーブルの上でねこう手だけ出るっていうわけにはいかないんで、今回はこんな感じでお久しぶりでございました。まあ、今後ともね、なるべくあの変わりないように頑張っていきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。
ということでね、はい、今回はね、この辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。いつものように挨拶して終わっていいのかな、なんかね、変な感じがするんで。またね、他の動画でお会いいたしましょう。ではね、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。